職場の人に、量の多い喫茶店があると教えていただき、キャビンさんにお邪魔してきました。まさか、こんなところに喫茶店があったとは、全く気づきませんでした。店内は、落ち着ける雰囲気に、ご夫婦の優しい接客、アットホーム感が素晴らしかったです。また、席が満席になり次第、入店制限がかかるので、職場の人曰く、14時とか、時間をずらして入店するのがおすすめと。気になるメニューは、ナポリタンスパゲッティのチーズ焼き到着です。メニュー表を見て、即決まりました。ナポリタンスパゲッティのチーズ焼き、いただきます。チーズのとろーり感、たまらんです。ナポリタンもがっつりと入っています。ブラボー。職場の人が、すごいボリュームと言っていただけあります。ナポリタンのもちもち食感に惚れ惚れ、次から次へと食べたくなります。チーズとナポリタンの組み合わせ、グッジョブ。結構満腹になってきました。もし、食べきれなかったら、お持ち帰りもできるそうです。お昼時というのもあって、満席状態、すごい人気が伺えます。ベーコンのジューシー食感、グレート。ナポリタンにマッシュルームとピーマンが、めちゃくちゃ合います。最後まで、チーズとナポリタンの美味しさにメロメロ。たっぷりチーズいただきます。濃厚なチーズの味わいに感激。ナポリタンスパゲッティのチーズ焼きごちそうさまでした。オムライス到着です。職場の人のおすすめとのことで、注文しました。ケチャップをきれいな卵へ。卵の美味しさ、グレート。ガツガツ食べたくなる。昔ながらのオムライスって感じです。こちらのオムライスも、ボリュームがすごいです。大満足。結
ケチャップの美味しさがすごい伝わってくる。チキンライス。ブラボー。ハムも入っています。グッジョブ。お味噌汁いただきます。夢中になれる美味しさ、あっという間に半分以上食べちゃいました。パセリごちそうさまでした。漬物いただきます。オムライスにぴったりな漬物。漬物ごちそうさまでした。一旦、水で一息。マッシュルームも入っています。ありがたき幸せ。綺麗にごちそうさましなくては。オムライスごちそうさまでした。ラストにお味噌汁いただきます。ほうれん草たっぷりのお味噌汁。ごちそうさまでした。友人の注文は、ポークカレーライスです。自家製のカレーの美味しさに絶賛していました。オムライス、ナポリタンスパゲッティのチーズ焼き、どちらも美味しく、大人気の理由がわかりました。自分と友人は回転ダッシュを決めて、なんとか食事ができたんですが、10分ぐらいで満席になっちゃいました。足を運ぶ際には、19時半まで営業されているので、集中しない時間帯を選んで、行った方がいいと思います。では、今回はこの辺りで失礼します。